こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回はマフラーの王者富士壺をお送りします。日本屈指の規模を誇るマフラーメーカーである富士壺はチューニング好きで知らない人はいないトップブランドです。富士壺こと富士壺技研工業は1931年創業の自動車用マフラー製造メーカー。製品のクオリティの高さから圧倒的な知名度と信頼をユーザーから得ています。そのクオリティの高さを生かし自社ブランドの生産はもちろんのこと、自動車メーカーの純正品の生産も行っています。過去にはスバルインプレッサ STI バージョン、現行車では日産 GTR の純正チタンマフラーの生産を行っています。まさしく富士壺は名実ともにマフラー界のトップブランドです。ではその実力はいかほどなのか、実際の走行シーンをご覧いただきましょう。スイフトスポーツ GR86、 GR ヤリスの3台をまとめて続けてどうぞ。今回はマフラーオーソライズ RMC という商品を持ってきました。フロントパイプとリアマフラーのセットの商品になってます。中間高回転、かなりトルクフルマフラーになってます。ターボなのでマフラー交換でパワーアップ、幅は結構大きくなっておりますので、その辺も醍醐味となっております。他は何もしないでフロントパイプとマフラーだけ、さすが富士壺さん、何もエンジンもいじってない。このマフラーの良さをどれだけこう分かってほしいみたいなね。いいよね、このやっぱりこう音ももうすごくいい感じだし、ただもうロール感がすごくって曲がんないなっていう、そういう感じがねすごく強い。3000回転からここのオンオフした時の気持ちよさ、音の質感っていうかな、この辺はねこう乗っててもすごいやっぱりこうその気持ちいいなっていうね、まあ、そういう感じがしますね。このねアップした時のやっぱりこう引き上がる回転もそうだけど、そのキーランドとを使ってダウンした時の音、そこなんかもすごくやっぱりレーシーでいい感じですね。ファンファンっていう感じでね。全てノーマル、うん、でマフラーだけで勝負してくる、それがねすごいなと。自信のあるこう肉を出す時に勝負したかったら余計な味付けしない、この本当の素のこの部分を見てくれみたいなね、まあ、それと同じように音が結構大事で、出せばいいってもんじゃなくって心地よいやっぱりこうその雰囲気っていうのが多分あるんで、その辺をやっぱりうまく演出じゃないけどものすごくそういうのも大事なところをうまくやっぱり引き出してるので、マフラーとしての性能だけじゃなくって気持ちよさっていうかな、もうそういうのもやっぱりうまく引き出してるんじゃないかなっていう。素材で勝負してる車にじゃあ雑味が乗っちゃったってことですね。お前な、雑ってのは俺のことか。お前雑味、お前俺とお前この藤沢さんのこのもう一体化してるよね。俺とこう車がもうなんかこうなんかくっついちゃって離れないぞみたいな。その通りです。ほら見ただろ今な。この車はですね ARM というマフラーがついてます。純正は左右出しなんですけれども左側の一本出しになってます。スポーティーな仕様になってますので、メインパイプが70%、中高回転域をパワー、トルクともに向上を狙ってる商品ですので、かなりスポーティーなモデルになってます。エンジン周りは純正です。今後ですね駅前に出すとかセット商品だとか開発予定ですので、ラインナップを増やしていきたいと思っております。タイヤホイールは BBS ミシュラン、車高調はクスコ、エンドレスのブレーキキャリパーキットがついております。グローデザインのエアロがついてます。あとはオグラクラッチ、ワークスベルのステアリングホイール、ブリッドのシート、そんな仕様になってますので街乗りでも十分楽しめますし、一般のお客さんも買える商品となっておりますので、ぜひ試していただきたいと思います。 ARM だけのレーム、今ですね2つ製品ございまして、 ARM と左右1本ずつ出している AR という商品がございます。この後ラインナップを追加していく予定になっております。排気に関してはサウンドっていうのはドライバーにとってもかなり重要だと思いますので、そういったところを楽しんでいただければと思います。いやー楽しかったね。駅道とサウンド
これがねやっぱり気持ちいいよね。しかもやっぱりこう高回転でね気持ちよく回ってくれる、まさにその通りのマフラー。あと走り結構跳ねちゃうのよ。でもそこはね腕の見せ所だよ。どんなジャンプしようが俺はもう攻めるんだ。とにかくねさすがやっぱりいろんなワンメイクレースに使われてるぐらいあって素晴らしい。前回ワインディングテストコースに持ち込んだ GR ヤリス RC を今回も持ち込みました。前回とはサスペンションを変えて単筒式のスポーツ S、 こちらをベースにこちらのコースに合わせてバネレートを多少上げております。あとはクスコの得意とするボディ補強パーツ、ストラットバーをはじめパワーブレース、フロアの下回りにボルトオンの補強パーツが付いております。あとはこちらもクスコが得意とする駆動パーツ、前後にクスコ LSD タイプ RS、 フロントはワンウェイ、リアは 1.5A が入っております。またクラッチもクスコ製のメタルシングルクラッチカバーとセットで組み込まれております。エンジンに関しましては補給類含めて純正になっておりますけれども、モーテックの ECU で車種専用のプラグインタイプですね、こちらで制御をしておりまして、あとはセンターのカップリング ECU、 イギリスのサイベックス社の AWD コントローラーを組み込んでおり、マッピングのデータの書き換えも可能でセンターのコントローラーでその辺の微調整も可能になってます。パワーって、はい、上がってるんですか。パワーはね多少だと思います。細かいところでレスポンス上げてると思うんですけれども、トータルパワーはそんなにいじってないと思います。270ですね。横向いた。ちょっと気をつける。本当に今やばかった。うん、じゃあ行きます。痺れるね。ダブルRカーだよね。アンチラグの音聞いちゃうとついなんかテンション上がっちゃうんだよな。 D1 もそうだよね。うん、パラパラパラって言うと踏まなきゃいけないっていうね。四駆の車はやっぱりこうキャロステクスコだよね。その辺のデフの利かし方、フロントとリアのデフのフロントがワンウェイ、後ろが 1.5A、 車は曲がるんだけど前よりも後ろがちょっと強いのでその分若干オーバーステアっぽくなるんだよね。でサーキットでオーバーステアっていうのはすごいありがたいんだけど、ここでのオーバーステアっていうのは地獄を見るこうオーバーステアなんで、そこのやっぱり微妙な、でもこの動きを出せるっていうのはデフあってのやっぱりことなので、またそこだけじゃなくっていろいろサスペンションだったりとか補強パーツだったりとかブレーキだったりとか、まあそういうのももう安心して見られる。特にやっぱりラリーをよく知ってるなっていうね。でもキャロステのなんかドライバーあんなオーバーステアで運転するのかな。オーバーステア俺得意の方なんだけど、ちょっとねやりすぎ感があるからなんか恥ずかしいんだよね。まあでもすごくやっぱり楽しめたし早かったと思う。エキゾーストサウンドが気持ちいい。音だけでその気にさせてくれます。マフラー交換だけでいきなり速くなったりはしませんが、アクセルレスポンスやフィーリングは明らかに変わります。それがマフラー交換の醍醐味。富士坪マフラー、やっぱり王者の貫禄十分ですね。あなたの好きなマフラーメーカーはどこですか？いかがでしたか？今回はマフラーの王者富士坪をお送りしました。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードはビデオオプションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスしてより楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。